はい、どうも、チューバーチャンネル TV、カミヤンです。今回も、無双オロチ3ゲームプレイ、やっていきたいと思います。さあ、今回使用する人物は、柴田勝家、周泰、宝刀、そして大間ちゃんが、黒仕掛けでございます。サポートメンバーが、石川五右衛門、奥に、毛利元成、小早川高影で行きたいと思います。さあ、出撃していきましょう。サイドストーリー。天下の大泥棒たち、やっていきます。敵が凶悪な兵器を開発している。石川五右衛門が持ち込んできたその情報は、味方にとって寝耳に水であった。放ってはおけないと意気込む遠飛と長飛と、半信半疑の今孔明、竹中半兵衛を連れ、五右衛門は設計図の強奪を目論むのだった。おう、てめえら！余裕はいいか？ちょっと待て。よく考えてみたが、盗みなんだ、性に合わねえ。兵器自体をぶっ壊すんじゃダメなのかよ。ダメに決まってるだろ。その理由はだな、めちゃくちゃ頑丈な兵器だからだ。なんだか、よくわからない話だね。ああ、眠くなってきちゃった。昼寝してから行くのじゃ、ダメ。さっさと行くぞ！俺様としたことが、人選を間違えたかもしれねえ。連合軍対アレス軍。勝利条件、設計図の発見。敗北条件、石川五右衛門、張飛、竹中半兵衛、いずれかの敗走。戦闘開始でございます。この城に設計図があって話した。凶悪な兵器を作らせて、たまにか。凶悪な兵器。まあいいや、進もうか。あれか？どうやら門を守ってやがるぜ。騒がれると面倒だ。さっさと乗りしまえ。さあ、宝刀の武装でございます。さあ、続いて西柴田固有神術発動。でかいハンマーで殴る。さあ、続いて周泰の武装でございます。いやいじり、かっこよく締めております。相変わらず空気さあ、宝刀の RG プラス三角波動でございます。さあ、五右衛門についていきましょう。箱を消失現。ああ、お疲れ様です。お詫びに使者として参りました。なら良いか。このような子供を使者としてよこすとは。とっさにあんな風にごまかすなんて、なんで、てめえ、大泥棒の素質があるぜ。さあ、周泰の合体シリーズでございます。いきなり何？ちょっと雰囲気怖いんだけど。さあ、周泰の固有シリーズ。連続で刀で切り込んでいく。
さあ、超人もパワーアップしております。騒がしいと思ったら、ぬすっとか。者ども、出会え。場外の味方にも知らせよ。バレてさあ、柴田勝家の武装。ホートの固有シーン。さあ、フェニックスが出てまいりました。天霊兵の撃破に成功でございます。続いてこちらですね。ゴエモンについていきましょう。西は止まる。盗賊が侵入したと聞いて待っていた。さあ、おとなしく。え？ジャーキだもん。アンジャの息子じゃねえか。面倒なとこで会っちまったぜ。あいよ。さあ、ボートの合体真実発動していきましょう。が出てまいりまして、こいつが奥の手だよ。西は止まる。まだ兄者の息子でよかったぜ。我が子に会ったらたまったもんじゃねえ。へえ、なかなかやりますな。城がこういう作りなんだから、俺様の読みではどうたにやろうか。お前ら何してる。そう、噂の盗賊だ。完全にゴエモンと一緒にされてんじゃねえか。そんな馬鹿しい任務、さっさと終わらせてやら。あいよ。西はとんまい。加藤清正が出てまいりました。撃破していきましょう。さあ、秀才の合体真実でございます。
族だ。人強引すぎるぞ。やっぱこっちの方が話が早いな。それスキルってのあったのかよ。見ろよ見ろよ、お宝の山だぜ。アレス軍が隠していたお宝を発見。やっぱり設計図じゃないんだよ。やめよ、早くやそう。俺たちを騙しやがったな。おふざけんな、おっとばしやがそうじゃ、つい口が滑っちまったね。俺様、一生もの風か。黙れこの野郎、おめえのせいで俺は盗賊扱いされたんだぞ。そうだ、やっちゃえやっちゃえ。昼寝してればよかったかな。そうそのによろ、ボックスが4つ、お宝お宝、倒しよっ。さあ、身体覚醒いたしました。川五右衛門、撃破でございます。まあ、結果的に敵の物証を奪えたし、今日はこの辺にしといてあげようよ、長尾さん。盗賊がいたぞ、絶対に逃がすんじゃねえ。あーじゃあ、ちょっと騒ぎすぎたみたい。やべえ、急いでつなげるぞ。勝利条件変更、石川五右衛門らと共に脱出地点を目指して。神妙にしろ。あなたは悪いな、置いてもらうぜ。はいよ、こいつが奥の手だよ。後でどうなっても知らないよ。ちょっと強いおっさんじゃないの。たっぷり思い知らせてやったのか。さあ、柴田勝家の武装でございます。小さい。
父上、ついに酒代欲しさを盗みまで。違うんだね、せいさい。俺はこいつに騙されて。言い訳は情けない。あんたの腕っち、天下無双だな。西畑舞も情報を撃破していきましょう。本当に凶悪な兵器になっちゃうかもよ。お宝を手に入れて、あ、無事脱出。やったぜ、もう言うことなしで。だけど残念なことに凶悪な兵器は完成しちゃったね。敵じゃなくて味方の方だけど。は？何言ってやが、小山。ふざけやがって。長飛さん、何のことでしょう。とぼけんじゃねえ。おめえのせいで、俺は知り合いに賊だと思われた。それどころか制裁にまで、天地がひっくり返っても許され。覚悟しやがれ、ゴエモン。
待て、張飛、話せばわかる。ギャー、うわ、すごい破壊力。これ、戦のたびに張飛さんを怒らせたら必勝じゃ。あ、それじゃあ、五右衛門さん並みが持たないか。戦場を混沌で染め上げてやろう。はい。というわけで、今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、カミヤンでした。バイバイ。